第3部帝国巡回4の絆イベントを消化しているところです。次はガイウス、うん、稽古の中でね、はい、ガイウスと過ごしましょう。ウォレス巡視に相談してみる。確かに、その後結局方面に連絡し、ウォレス巡視に通信することができ、ちょうど作戦行動で近くを立ち入るという英文給料で落ち合うことになった。はいはいはい、お忙しい中すいませんね。なるほどな。はい、早速手合わせ。足りないものを知りたいならば、今の実力を出し切るのが手っ取り早い。はい、願ってもないです。稽古頑張りましょう。こうしてガイウスとウォレス巡将との一騎打ちが始まった。かつてカイトの事件で強援をも退けた黒旋風の実力は凄まじく、しかしガイウスも成功の王を発動させて一進一退の攻防を繰り広げるのだった。かっこいいね、ウォレス巡将。時空砲翼の名にふさわしい実力を備えつつあるガイウス君。トモライ、何だと、馬どこにいたの。バルディアス家が誇る由緒正しき血統の軍馬。へー、あー、騎馬操術かっこいいねかっこいいね。個人的にはやっぱでも高さの利があるもんね。かっこいいけどなかなか別のスキルもいりそう。勝負あった。いやでもガイウス頑張ってよ。互角だった先ほどのとの試合は比べるもなく結果になった。今で何が違うのか、自分が一体何を見失ってたのか、ようやく胸に落ちた気分。大丈夫？お、ノルド高原の曲が流れてきた。聖杯騎士としてではなく、ガイウス・ウォーゼルが一体何のために戦っていたのかを。俺が帝国に来たのは、トールズ士官学院に入ったのは、外の状況を見極めたかったからだ。かけがえのない大切な故郷、ノルド高原を守るために。そうだね。なんか夕日の時に語ってくれたガイウスは本当かっこよかったよね。愛する故郷を守るために外の世界を知る。想像以上に大きかったガイウスの故郷への思いに。そんなことないよ。そっか、すべての始まり。大いなる翼を受け継いで自分自身の足元すら見えなくなってしまっていたのかもしれない。もう二度と手放しはしない。この足場を持って俺は改めて誓おう。ノルドと第二の故郷であるこの帝国を、まだ見ぬ凛々たちを、大陸を、いや全て世界を守ってみせると。かっこいいかっこいいね、ガイウスね。おっきいね、おっきいね。いやあ、ちょっと青春してました。お、はい、
今一度牙での手合わせをお願いしたい。このリン君の表情がまたいいですね。その後ガイウスとウォレスの互角の勝負を最後まで見届けたのだった。もうちょいだね。プレゼントとかあげたら上がりそう。うん、なんかさ、ガイウス背が高いのもあるけど、ちょっとリン君と並んだ時にさ、身長差があるのがいいですね。ガイウス、ノルドという足場。次に救護室にいるラウラですね。うん、総仕上げね。あ、またしてもブリオニア島なのね。もう御用達ですね。なんですか、大丈夫？なに？ロゼの時と同じ感じね。しかもラウラもそれに気づいてる。そして何ですか、魔法兵的な。え、なに、大いなる1のあれじゃん。千二の1体目の、よく名前覚えてますね。ロア レボニウス1回目のボズの子ですね。やばくない？あ、確かにね、無数に現れてましたね、テイトに。大きさが桁違い。いや、そんなことある？抜け殻が原因。本当に大地の竜が動き出す予兆に霊脈が反応して顕現した。カイト方面、待ってください。あ、届いてないっぽい。やばくない？本当よ、ファイトまで届いてたらやばい。悪空間にいるせいかバイマールの気配が感じられない。なるほど、アークス2の通知も切れてるからみんなを呼ぶことは不可能。マジやん。頼もしいけどね。巨大なドア、エレボニウスとの戦闘は熾烈を極めた。しかしリーンとラウラは地形を生かしつつ凄まじい連携で真っ向から立ち向かい、着実に勝機を手繰り寄せていった。そしてついの立つ、とどめだ、食らうがよい。父よりうっけつぎし、アルゼイド奥義。やったの？いい曲だな。そしてリンク大丈夫？なんか可愛い。今の奥義、以前の試着かか並みかそれ以上だった。すごいね、ラウラ。どうでやろう、正直自分でもどう放ったか。少しは届けたのかもしれない。ここまでとは思ってなかった。かつて7組全員で挑んだ以上の相手をたった一人で打ち倒せた。これほどまでに力を与えてくれるのだな、誰かを思うということは。確かにね。もはや逃げも隠れもしまい。私はそなたが好きだ。仲間としてだけでなく、剣の道を共に目指す同志としてだけでもなく、
ただの一人の女として。かわいいド直球に告白されちゃった。返事は不要、お互いそれどころではない。でも言いたかった。そなたはそう、ここ私は父上を、今はただ共に乗り越えることによって互い検出しての証を立てるとしよう。はい告白された後にそんな小屋にで手当てとかもう赤面じゃないですか、やだえ、ラウラどこにいんの。あ、いた、武器見てるね。さっきお疲れでした。この思いを権利のせい、父上を乗り越えてみせようぞ。よし、じゃあ次はクルトくん。手紙は家の事情らしいですけど、ミュラー中佐からの手紙ですね。教え子の家の事情なら他人事じゃない。はいはい。その後リーンはクルトと共にとある場所に向かい、道すがら手紙の内容と事情を教えてもらったのだった。ほう、パルム、お、の、連部場、帝都憲兵がいない。ああ、帝都方面の招集で物気の殻になっている。中に入れちゃう。お、ミュラー、あ、何その剣、剣って剣って言っちゃった。箱、もうなんか明らかに剣っぽくって。前クルト君の絆イベントで、オルディスじゃなかった、ラクエルの質屋さんで剣の片方を買ったっていうイベントがあったんですよね。それ私選ばなかったんですけど、その片割れとかそういう話になってくるのかな。パートナーとしてあー、パートナーとして名指されていた。あー、やっぱり祖先が使っていたルランの双剣がついに見つかった。2つ揃ってるそっか、私が選ばなかったからミュラーが見つけたっていうことになってるのかな。選んだらクルト君が持っててここ1個になるのかな。ロラン・バンダール、ドライケルステイの守護者として死戦域を駆け抜けた祖先にして伝説の剣士。彼が戦域の後半に没してから使っていた双剣は行方知れずでしたが、カレンジャー2で準備で動いていた中、導かれるように見つけた。あ、導かれるように見つけたっていう言い方、あれいいですね。要件、あなたがその剣を僕に託そうとしてくださっている。そのための試練を僕とリーン教官に与えようとしている。なるほど。バンダールの剣を受け継ぐことに、なぜ流派も違う部外者の俺が。祖先、先祖の意志でもある。うわー、思念が流れ込んできた。前もあったもんね。双剣術の後継者であるクルトと灰犬の騎士を受け継いだシュバルツァー。あー、ドライケルステイとロランの関係に似ている。おっと、来た覇者検証の剣。だからこそ見やめたい。戦の果てに命を落とした彼と同じ運命を弟にたどらせぬためにはお前たちがあの時代の大帝とロランを超えられるのかどうかを。あ、反応してる。伝説の剣士の加護、兄とロランの二人がかり。なるほど。受けて立ちます兄上。今でも憧れてやまないあなたと偉大な先祖に資格を示すために。いいね、リンクのそのいでたち。行くぞクルト、かっこいいね。
伝説の剣士の加護を受けたミラーは、ホーマ城での戦いぶりをはるかに超えた凄まじい剛剣で二人は圧倒し、リンとクルトンまた息の合った連携で互角の勝負に鬼持ち込むのだった。そしてソナの奇跡ザサードでミラー操作キャラになってましたけど、あれからかなり腕も上げたんでしょうね。なんとか届いた。うん、おー、マジか似合ってる似合ってる、超似合ってるよ。クルト君いいね、かっこいいね。いやかっこいいよクルト君かっこいいよね、様になってる。ロランの創建を受け継ぐ後継者としてふさわしい姿だろう。いいね、成長したな、クルト。やはりお前に文庫を勧めたのは間違いではなかったようだ。そうだね、クルト君にしか得られないものを手に入れることができた。そうだね、青春してんね。これからも共に行こう。俺たちにしかたどり着けない高みにまで。はいはい、ロランの双剣手に入れた。ウェイ、やったー。今あのユーシスも持っててつけてるんですよね。よかったね、クルト君。うん、ロランの双剣今ね、わりかしシンプルな、でもこの形だったら結構軽そうですけどね。うん、これもシンプルでクルトらしいと言ったらクルトらしいんですけど、でこれでロランの双剣を使う。そしてお似合ってる似合ってる、超かっこいいよクルト君。おー、いいねいいね。次はトア先輩の絆イベントを見ます。うん、ノルド高原に行ってみませんか。そうだねそうだね。リンくん少しだけ抵抗してたんだ。はいはい、ガイウスと一緒に。もうノルド高原、これグラフィックって千人のまんま使ってんのかな、多少綺麗になってるみたいな。本当に来ちゃったはいはい、うん、はいやーはいやーはいやー、さ、わしらはわしらで行くか。うん、監視塔から見えない岩の影、うまくいくといいね。あの山脈の向こうが飛行船が墜落した現場、帝国と共和国の狭間にある辺境とも呼べないような場所。ファイルによれば証拠隠滅のため実験現場は綺麗にされた。あ、そうなんだ。まあね、ちょっと実感というか何か整理できることはあるかもね。この心にお父さんやお母さんとなんでちゃんとお別れできないのかって不思議だったし不満だったけど、なんとなく納得できたかな。嘘ですね。どれだけ長い付き合いになると思ってるんですか。先輩はいつだって他人優先だ。間違いなく俺以上に。でもここには誰もいません。俺以外は。せめて今くらいは自分を出していいんじゃないですか。リン君だって。リン君だってトア先輩の前でちょっと弱いとこ見せたじゃん大丈夫だよ。なことないって。
って悲しみは時間じゃ測れない。それにそれだけじゃない。先輩が我慢してるのはあなたから溢れ出そうなものは。うわ心配。あーいい。あーそっか、戦争が秒読みでおじさんも徴兵されちゃったみたいで、これから何十万何百万の人が犠牲になっちゃうかもしれない。あんちゃんが戻ってくれたのは涙が出るくらい嬉しかったけど、ジョルジュ君は敵に回ったままで戻ってきてくれる保証なんてなくて、クロウ君は全てが終わったら消えちゃうのが避けられないみたいで、リン君も、リン君だってどうなるかわからない。まあ確かにどうなるかわかんないよね。ニエとした、あ、そっか、ニエとしてって黄昏と連動した身、心臓に原因があるのもわかってる。クロウと同じ運命かもしれない。だったらどうして無理やり私の心を暴き立てるの。いっぱいいっぱいだったのに、我慢して強がってただけなのに。クロウ君もジョルジュ君もおじいちゃんもお父さんにお母さんも、私の大切な人たちはみんなみんないなくなっちゃう。ほんとね、リンクまでいなくなっちゃったら。大丈夫、俺は今ちゃんとここにいます。安請け合いはとてもできませんが、最後まで諦めないつもり。うん、諦めてほしくないし、私も頑張りたい。リン君のバカ、安請け合いくらいしてよ。ちょっと深くながら可愛いと思ってしまいました、すいません。それにこんな場所まで連れてきてギュッと抱きしめてくれて、ずるいずるいよ。ね、はあ、いい風か。いや、なんかさ、トア先輩さ、なんかこういつもしっかりしっかりしてるからさ、なんかほんと時々忘れそうになるとけど、トア先輩もね頑張ってるんだもんね。頑張ろうとしてるんだもんね、一人の女の子だし。みんなが心配していて俺が代表で行かせてもらったね、先輩には卒業前にみっともない姿を見せちゃったリン君。覚えてますよ。そんなこともありました。え、原因だったクロコは平気な顔で戻ってきてる。うん、そうだね、リン君とお互いみっともない姿を見せ合った仲ですね。運命を感じちゃう。光栄でしたか、リン君。あのね、リン君。うん。私、本気で言ってるよ。本気で言ってるよ。リン君のせいだからね、勇気がなくて伝えられなかったのに。こんなところまで連れてこられて、溜め込んだものも吐き出されて。もう怖いもの何もなくなっちゃったから。リン君ちょっと赤くなってるのですか？お返し。お花持ってきてるから一緒に捧げてくれる。うんうん、そうだね。はあ、その後戻ってきたガイスと共に崖の向こうに再度祈りを捧げた後、うん、ガレージャッツに戻るのだった。これ2個目か。
なんかトア先輩ボイス多かったですね。うん、うん、ノルドネのことは二人だけの秘密。はいはい。俺も改めてどこかで自分の気持ちをお伝えしますね。そういうの初めてじゃないリン君。え、自分から言うの初めてじゃない？こうやって改めて、なんか流れでそんな風な感じなのあったかもしれないけど。今の言い方ってさ、ほぼほぼ OK 的なさ言い方のように聞こえるんだけど、リン君よ。いやー、本当になんかさ、話自体はすごくいいんですけど、ふと我に返った時にうんってなる。みんなこんな気持ちでやってんの？花を手向けてね。うん、いや、話自体はねすごく素敵なんですけどね、なんか本当にね、正気に返った時にちょっとなんかこう、うん。いや、いいんですよ、いいですよ、いいんですよ。はい、というわけで今回のパートを見てくださってありがとうございました。またねー。